その数に驚き、二児のママ、石川理香、ドドーンと大量の餃子仕込み、達成感、無事にできた。元モーニング娘。の石川理香が14日、自身の SNS を更新。手料理を公開した。インスタグラムのストーリーズに、餃子、75個無事にできた、と綴り、大量に仕込んだ餃子をアップ。綺麗に包まれた餃子がお皿に、整列、しており、完璧な出来に、達成感、と記した。シャープチャーミークッキング、などとハッシュタグをつけ、たびたび SNS で手料理を公開している石川。12日のストーリーズの投稿では、昨夜、子供を寝かしつけてからクレープ生地を焼いて冷蔵庫へ、と朝ごはんを紹介していた。インスタグラムのプロフィールには、やんちゃボーイズ年子の二児の母、と記している。TBS 近藤夏子アナ、足チラ見せブラックコーデの翌日に清楚な白ブーツコーデ。喧嘩に、さすがの着こなし、の声。TBS の近藤夏子アナウンサーが14日、自身の SNS を更新。白コーデと黒コーデを披露した。インスタグラムで、真っ黒な日の翌日は真っ白な日でした、と綴った近藤アナは、黒のニットトップスに足をチラ見せするロングスカート、スニーカーを合わせたコーデを披露。さらに、カーディガン風のトップス、ロングスカート、ブーツと白で統一させたコーデの写真もアップした。このショットにフォロワーからは、さすが着こなしてます、とてもお綺麗です、などの声が届いている。